よし、ということで編成は一旦このままでいいかな。よし、では指導パレス攻略開始といきましょう。敵さんはね、積極的に倒していきたいなーっていうのがあるので、ガンガン戦っていきます。まあね、よっぽど弱点は取っていけるとは思うので、まだね、よっぽどね、一発で倒せるかなと思いますので、とりあえずレベル60台にはしたいですかね、このパレスの攻略中に。危な、見つかったと思った今。で、フレイ2発でいけるでしょう。ありがとうございます。おお、ハイパーカウンターか、ヘビーカウンターと変えましょうか。よしよし、楽な戦闘だったわね。上行っちゃおうかな。さてと、さて続きだな。VIP5 人の特定までだったね。政治家、旧家族、テレビ局社長、 IT 企業社長、それにトラブル処理係な。レストランがあるよ。5人のうち政治家がいるという場所だな。行ってみるか。まずはレストランですね。一回入っときますか。できるわね。というか普通にここまで来ればよかったか。そうだな、一応お話ししましょう。望むところです。どうだ、いいわね。どうだ、よし頑張っていきましょう。では行くとしよう。ここも仮面の奴らでいっぱいかよ。話を聞けば何か情報を得られるかもな。変な質問して怪しまれるなよ。ってことは会話できますか。で、普通にシャドウさんもいるので注意ですね。正体を見せろ。どうすっかな。ミラクルパンチでいいね、いいね。でフレイさんで、でアギ系でいけばいいかな。
よし、ありがとうございます。おお、マハタルカジャか。どうしよっかな。変えるか。次のチャージもいいな。おお、来ますか。余裕だぜ。お、会話できそうだ。いやはや、この船の乗り心地たるや、さすがの一言につきますな。そこは指導先生の船ですもの、やはり安定感が違いますわね。本当にみんな仮面してる。またいるいる。うわ、マジか。うわあ引っかかった。単位性効果ついちゃったかってなれば、ここは投了使いますか。囲い崩しか。さてと、どうしようかな。確か確熱でいけましたよね。なので攻めていきます。よし、行きましょう。なんかこの辺にあるよね。上とか下とかですかね、位置的に。でこっちも行ける。ああ、行けるんだ。ありがとうございます。ということでレベル60ですね。そういえばこの先のレストランはもうお試しになりましたかな。暴いてやる。とりあえず倒そう。で、ダーキニーさんは弱点ないんだよね、確か。もう一回やるか。倒しきっちゃおう。ありがとうございます。まあ、SP のね、回復アイテムね、大量にありますから、もうガンガン使っちゃって大丈夫かなと思うんで、そんな感じでいこうかなと思います。こっちも気になるけど、一回ぐるって回ってみよっか。こっちも行けますもんね。閉まってるか。
とりあえず行くか。そろそろね。こっちですね。おそらくレストラン。会員制レストラン。違うっての。当レストランは完全会員制です。会員証をお持ちでない方の入場を固くお断りいたします。は？ってことは会員証がいるのかな。あら、でも入れた。ここから先がいけないのかな。ぽいね。これは。なるほど、会員証を探してくると。これだけ人がいるんだし、誰か会員証のこと知らないかな。わからないが、引っ込む他に方法はないだろうな。とりあえずどんどん会話していきましょうか。弱点をつけるスキルは持ってないな。僕もここまでか。ガードガードジョダイン。いいねいいね。でマハラギー、ありがとうございます。よし。待って、なんか10万以上今手に入らなかった。さすがホーマさんといったところか。おお、こんにちは。どうすっかな。お仲間にしておきましょうか。ちょっとスキル的な意味で欲しいかもしれない。いいね、万能ですね。フラロースタンド変えちゃおうかな。ありがとうございます。あー、これっぽいね。後でバーテンダーにでも聞いてみます。ねえ、なるほどね。いらっしゃいませお客様、ご用はございますか。これで会話できるのか。バーテンダーさんと。届け物はない。飲み物をくれ。用はない。飲み物をくれ。あちゃ、届け物はない。届け物ですか。どういったものでございましょう。会員証だ。レストランのあれ、やっぱりいい。レストランのあれ、なるほど。ってことは、まあ、いろんな場所で聞いていく必要があるのかな。マジか。で、ここでもないと。多分一周してきたよね。え、ただ別の回かな。
ちの会にもねいらっしゃいますからね。お客様のもでございましたか。おお。さあということでレストランの会員証です。ありがとうございます。よし、では行きますか。これで中に入ることができるはず。青い花の飾られた席は特定のお客様のご予約席となっております。わかりました。これってまあでも逆を言えばそうかもしれないよね。もうまったく。あの席だな。有力政治家ってのが来んだよな。めっちゃ目立つな。隣の席で張り込んでみましょうか。私が行くわ。ゾロゾロ行くと警戒されるだろうし。女の子一人なのも変じゃない？じゃあ誰か一緒に来て。スカルが行けん、フォックスが行けん、自分が行こう。行きましょう。ちょっと待って、ジョーカー、俺に行かせてくれ。俺が行くよ。だってよ、レストランだぜ。なるほど。何がなるほどなんだろう。自分で言ってよって何がなるほどなんだろう。幼稚園児か。妙にやる気だと思ったら、はあ、なぜ我が輩には声がかからない。行ってくる。みんなは近くの席にいて、頃合い見て合図するから。何食おっかな。パレスの料理じゃ腹膨れないでしょ。相変わらずのバカさ加減だぜ。読めねえ。フォアグラのソテー、それからトリュフあえサラダ、あと子羊のロースも。よくそんなスラスラ頼めんな。つうか平均年齢高くね。みんな指導の関係者だろ。政界や財界の大物ばかりね。ガキ、誰に断って座ってるんだ。誰って？予約の札とかないっすけど。隣で騒がれると迷惑なんだよ。私はゆったりと食事を味わいたいのだ。腹が減ってるだけのガキは去れ。あのな、スカル、黙って。悪い。大変失礼しました。わかったなら帰りなさい。あの、もしかして大江先生ですか？そうだな。そのぶしつけなお願いで恐縮なのですが、指導様への紹介状をいただけませんか？見たところ君らは未成年じゃないのかね。なぜ紹介状がいるのだ？どうしても指導様にお目通りしたくて。志の高い政治理念に共鳴してまして。もちろん大江先生にもです。若いのによく言う。まあ嫌な気はせんがな。高校生くらいか？はい。高校といえばどっかの校長だかがくたばったらしいな。指導様の名前を出そうとしたとか。従っていれば上流でいられたものを、それを捨てて歯向かうなんてな。頭のいいエリートの私には考えもつかん。
忠誠を誓っていれば廃人化の褒美をいただけるのに。先生もやはり指導様に廃人化のお願いを。ん？ああ、まあな。先生クラスになると廃人化のターゲットは相当な大物だったのでは。大物？いや、ターゲット自体は大したやつじゃない。ご謙遜を。ある先に地下鉄事故があっただろう。狙ったのはあの運転手だからな。あれを。目障りな国交大臣と現政権派の社長の首を取るためだった。なるほど、大変参考になりました。大江先生、実は私、姉が特捜部の検事なんです。この件どう伝えることもできますが、どうでしょう、紹介状をいただけますか。それは脅迫か。お前ら何者だ。紹介状を。突き上がるなガキが。渡すものか。持ってんのは確かみてえだな。じゃあこっからは実力行使の時間だ。みんな、さあということで、政治家の大江戦ですね、頑張っていきましょう。ヤマタノオロチさんですね。確かね、弱点粘土系だったかな。当ててみよう。よし、大丈夫そうだ。やっぱ結構硬いっすね。コンセントレイとか、本性きますか。ミラクルパンチ。ここはペルソナです。一旦ガードしよっかな。弱点がつけそうなところだけ攻めるって感じでいきましょう。まあでも半分いきましたね。うーわマジか、さらにタルカジャで重ねてきますか。これやばいな、一回ガードしよう。ラクンだ。まだ重ねてきますか。もうちょい様子見ようかな。ブーナイン。うわー、ガードしてそれか。いいですね。リアルハンできます。ただね、もう使ってきちゃったんで、あとは攻めようかな。はい、で3位を。コンセントレイト使ってくるけど、多分もう倒しきれるかなと思うので攻めていきます。はいはい、いいよいいよ、お願いします。ありがとうございます。まずは一勝ですね。紹介状ゲット。地下鉄事故の件はどうか内密に。しゃあねえな。けどやっぱりうちの校長指導とつながっていたのね。道理でしつこく探らせるわけね。なのにあっさり殺しちゃうなんて。国ごと沈没しているパレスの持ち主だ。教育者一人くらい何とも感じないんだろう。にしてもただの認知の人間なのに普通に怪物に化けてきたね。
金城あたりまでのパレスじゃ認知の人間なんてくたびれた被害者ばっかりだったのに。いや、今の大江は認知じゃない。え？でも実在の人の見た目や記憶をしっかり持ってたわよ。多分手下のシャドウに認知の人間を融合させてんだ。皮かぶせるみたいにな。こんなの初めて見るぜ。いくら歪みの力が波外れてるからって普通にやれることじゃない。待て、そういえば確かシドウはナビの母親の認知研究を潰したんだったな。あ、もしかしたら潰した時に人材や成果を召し上げて私物に。シドウ、こりゃもしかするとシドウのやつ自分のパレスに手出しできるような手を隠してやがるかもしれない。これまで以上に気を引き締めろよ。ええ、もちろん総理就任後も引き受けますよ。さすが先生、頼もしい限りです。その代わりより一層の支援を。世界と渡り合うには大きな金が。ええ、掃除をお願いする見返りはしっかり用意させていただきますよ。春の事故の件は大変助かりました。ひとえに先生のおかげです。認知科学の解析が進めば対象拡大も可能と見てますがね。それは強行。ぜひ今後とも先生のお力添えを。ねえ、次はどうするの？紹介状は残り4枚だよね。地図だとこの先のエレベーターから上がっていけばプールに行けそうだ。次はプールか。演奏してますね。よし、では行きましょう。認知の影響が少ない。その辺セーフルームない？入っときますか。お、いいね。ここもセーフルームに使えそうだな。そうだな。さあ、では進行状況を確認しましょう。どうだ？状態はまだまだいけると。どうだ？行くとするか。では行くとしよう。よーし、行きましょう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。